メットライフドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズの1回戦です。いい送球をするキャッチャーなんで走りにくいかもしれませんね。ああそうです。ファーストランナースタート、インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。わずかに右に切れました。ファールボール、はい、コーナーを攻めます。あっという間に2ストライクです。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて右中間真ん中破りました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンナップなんでそれ以上期待したいですよね。そうですよね。さあクリーンナップらしいバッティングを期待しましょう。2球目打ちました。さあどうだ、外野落ちるか、どうだ、タッチアップ、サードランナースタートを切る、サードランナーホームイン。ライトポール際、判定はファウル。落ちるボール空振り、ノーボールツーストライクです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。岩下が掴んでスリーアウトです。初球は何から入ってくるか。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、飛び込んだ。西武ライオンズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。メットライフドームです。パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズの2回。クリーンナップですし、点差を考えると犠牲フライでは物足りないですね。そうですね。さあ2球目は何か。いい当たり、大きな打球だ、あと少し届かない。ボールは中継、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。次が2球目。打った、右中間に強い打球、この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。4番キャッチャー森友哉。さあまず1球目、初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、ライト掴んでワンアウト。初球はボールになりました。2球目は何で来るか。アウトコースのチェンジアップ、ボール先行です。ファウルになります。変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクです。打ちました、東條、アウト、2アウト。西武ライオンズが見事勝利を収めました。西さん、
メットライフドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズの3回戦です。インコース打ちました、いい当たり、切りました、ファウルボールです。打ちました、これはどうか、右中間破っていきました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これで6試合連続安打、ノーアウトランナー。4番キャッチャー森友哉、これが1球目、空振り、打った、さあどうだ、右中間真ん中破りました、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか、ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、さあ打った、大きな打球になった、ライトが追いかけますが頭を越えました、これで3打数3安打の猛打賞。改めてお聞きしますが、バッターの森、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的には一発を狙った思い切りのいいバッティングをしてくるバッターですね。そうですか。変化球ボールになります。3球目は何で来るか、アウトコースへ決めました、ワンボールツーストライクです。ファウルになります。打ちました、この当たりはどうか、センターライナー掴んで、これでツーアウトです。4番キャッチャー森友哉、初球空振りです、これが2球目、4番の仕事を見事に果たしてくれました。ホームベース上でもみくちゃです。